はい、お願いします。今ホームページでウェブサイトの方でジェムツリーアウトレットパークってやってますけど、はい、それをですね、なんと今回はヤフオクにも、移動させてみようかと思って。なるほど、ついに来た。はい、ついに最近ヤフオクも全然こう、つかずのことがあって、皆さんに本当、申し訳なかったなと思ってるお詫びも込めてですね、なるほど、少し思い切って、このアウトレットパーク移動させてみようと思ってます。で、まあ正直言うとラクマもメルカリも一緒にやるつもりなので、それぞれ違う商品が出てますから、いろいろこう渡り歩いてみていただいても面白いかなと思いますけど、楽しいですね。でこれはヤフオク用の動画になります、で、ジェム3基準に満たなかったものをアウトレットでご紹介しようという、でジェム3基準っていうのが、外れたかといった粗悪品じゃありませんよというアピールのイベントですから、まあ、ここに出てくるもの、まあ、ヤフオクの場合は特にうちの方よくご存知の方多くいらっしゃるので、はい、細かいことを今言わなくてもお分かりいただけるとは思いますけど、はい、まあ、とにかく面白いもの出していきたいと思ってます。そうですね、ですので、これを機にですね、また、遊びに来ていただけたらと思いますので、ご紹介を始めたいと思います。はい、はい、ではですね、もうすでに画面には出てますけど、一発目がこれロードライトガーネットですね。かっこいいですね、このペアシェイプでもトリリアントでもない、あの心霊職人がやり方と呼んでるけど、それのカットをしたロードライトガネット。なるほど。ですね、この表のこの細かい面も影で見えるかな、光でね、こんな風に両面しっかり仕上げてます、で、アウトレットにした要因っていうのは、まあ、正直これ見えないけど、あのローブライト特有の霧状のプルジョンがうっすら中にあるので、なるほど、まあ、撮影しにくいもの、あの画像では仕上げにくいものっていうのと、あと若干ですけどこの三角形の形が若干いびつなぐらい、だからこれも言わなきゃわからないレベルの話です。インクルージョンにしてもカットにしても、でこれだけいい仕上がりしてますし、あの本当にあの肉眼で綺麗な照り感じになれますから、これなかなかいいと思います、1.47 キャラ、ボリュームもそこそこありますんで、いい照りをしてて 1.47 で面白いカット、いい色ですね。はい、でアウトレット価格、思い切って3900円、出たー、出た、やっちゃいました。こっちでももはや おなじみなのかおなじみになりちゃいけない値段なんだけど、ただ本当に最近 ね、 そうですね、全然こう楽しんでいただくことを発信できなかったお詫びと、今までねこうやって支えていただいた感謝も込めてですね、価格に込めて3900円ということで、はい、ロードライトガネットご紹介します、で続いてはこちらはタンザナイト、タンザナイト、はい、オーバル、0.62 です。0.62、そこそこボリュームもあるし、ご覧のように当然ながらカットはこだわってます、はい、まあヤフオクの方にはあえて言わなくても分かると思います。うちのタンザのカットはやっぱり違うっていうのはご存知の方も多いと思いますので、なるほど、はい、ですので、ただアウトレット要因として若干色が薄いかなというだけです、なるほど、はい、だからそれ以外は特にここがなんですっていう部分はないですね。きらめきもすごいですしね、はい、はい、透明度も品質も抜群ですので、こちらタンザナイト 0.62、感謝を込めちゃいます。3900円、また来た、サンキュープライス。もう早い者勝ちです。今日は日曜日ですし、ね、こうご覧になっていただける方
楽しんじゃっていただきたいなというところです。なるほど。そして、はい、この2つじゃちょっと面白くないのでつまらないので。それでもですか。はい。こんなの用意しました。これね、我々がシーズン2だったかな、ちょっと行った時に、はい、買ってきました。レッドスピネルの原石。レッドスピネルの原石。そう、あのビルマの国境沿いで買ったでしょ。あそこですね。あそこ。そうそう、本当にまさに国境沿いのところで、でスピネルの原石1個じゃあれなんで2個。おお。2個じゃあれなんで3個。あー、なんか面白い。という感じで、これ大きくて色がいい。はい。これ、あの、透明度があって形がいい。うんうん。これ色面白いけど、透明度が一番この中で高いかな。っていう3個を、こういう風にセットにした。うん、まあ、これ、あの、特にね、カットにこだわったとかっていうことじゃないんだけど、うんうん、ただ、あの、なんて言うんだろう。原石の好きな方も、ヤフオクユーザーにはいらっしゃるし。なるほど。で、こういう、だから、なんだろう、アウトレットではないんだけど、うん、ちょっとこういう機会に、うんうん、あ、楽しい価格でご紹介してみようかなって、ちょっと思いついたので、混ぜ込んでみました。いいですね。ね、3個で 3.61 キャラかな。うん、だから、まあ、一個一個測ってないんであれなんですけど、うんうんうん、ボリューム的にはこんな感じ。指に乗せた。こんな感じになります。うん、はい。かわいいですね。うん。今時貴重なビルマさんのレッドスピネルの原石ですから、この3個セット。うんうん。3個で3900円。出た。早く言っちゃった今。サンキュープライス。貯めませんでした今。あ、はい。いいですね。なんかまた違う魅力。そうですね。がありますね。そう、せっかくああいうところでね、これに巡り合えたから、うん、確かに。で、またなんか、よしみチャンネルの方をこう動画見てもらいながら、うん、シーズン2ってなんだみたいな風に見ていただいても面白いかなと思って。うん、うん、うん。そうですね。はい。で、この3個をアウトレットでご紹介しようと思ったところに、こういうのをつけようかなと思います。何ですか、これ。これね、アメジストなのよ。アメジスト。はい、でちょっと面白いでしょ、形とカットが、なんか可愛いカットですね。これね 24.63 キャラ、うん、ボリュームあります、うん、かなりあります、ね。面白いカット、うん、ここで一応仕上げてるんですけど、うん、まあアウトレットかというとアウトレットじゃなくてもいいんですけど、うん、まあ、こういう機械ですから、うん、こういうちょっと変わったものも入れてですね、この初回アウトレットパーク、はい、ヤフオク版、うんうん、まあ、楽しんでもらえたらなと思って入れてみました。いいですね。はい、だからもうこの流れでいくと分かるでしょう、このアメジストいくらで言おうとしてるか。まさかまさかです。なるほど、はい、うん、だからこれが感謝プライスで手に入ったら、それはそれで面白いと思いますんで、はい、その代わりと言ってはなんですけど、本当はウェブサイトの方にも遊びに来ていただきたいなと思います。そうですね、こういったことをウェブサイトでやってますんで、うんうん、でヤフオクの場合はですね、動画を一応ページに貼れるので、うんうんうん、URL をだから、まあ、そこで、うん、この動画に入っていただいて、うん、で商品説明というのは一つ一つのページには細かく書きませんけど、うん、この動画を見ていただいて、うん、品定めしていただいて、うん、購入ボタンと、うん、いや言っていただきたいなと思います。はい、で、そうですね、ヤフオクの場合は、うん、まあヤフオクなのでね、オークションというのが醍醐味ですから、うん、いずれこんな感じのオークションをやってみたいなと思ってます。うん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 、今日は感謝プライスの統一価格、うん、全部3900円だけど、はい、だからもう購入ボタンを押すだけになりますけど、うん、いずれはなんかオークションなんていうのもやってみようかなとは思ってますね。うんうんうん、うん、だからまあそういった感じで、まずこれ一発目なので、また機会があればこういったアウトレットパークをヤフオクの方にもまた持っていきたいなと思ってますんで、はい、はい、ぜひこれで今日は楽しんでいただきたいと思います。
ただけたらなと思ってます。素敵ですね。いいですね。はい。うん、まあ本当すいません、今まで、いろんなことをね、やりたかったにもかかわらずできなかったのが本当に申し訳なかったので、うん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 、このイベントでですね、ちょっと、はい、お詫びをさせていただけたらなと思っているところですけれども、うんうんうん、はい。じゃあ早速これ動画を準備して、はい。ヤフークの方々に見ていただけるようにしてみたいですね、うんうん、はい。はい、じゃあそれでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい。